こんにちは、大人チャンネルめぐりです。やっぱ大人ってなってきたら料理できないとダメだよね。男の料理、まあでも俺が作る料理は男の大人の料理だ。なんかあんま変わんないし今日はこちらですね、はい、豚肉。この豚肉を使って焼き豚のを作って、あ、もう食いっといっぱい、あ、いっちゃおうかなと。あ、いいです、まあ、特にね、これやることがないんですよ。え、ないんですか。豚肉っつうのはね、まあ、あれですね、よく縛るじゃないですか。あ、はいはいはい、うん、これはね、飾り付けなんですね。飾りだったんですか、これ。これなんで縛るかって、僕に全く分かってないんですけどね形が崩れないようにとか。形が崩れたっていいし、こっちとしてはしゃーこれお前、豚この野郎、お前エロ、なんとお前はもうこの網タイツからはみ出すような豚の肉、これたまんないっすね。おらお、だいぶもうキンキンっすよ、もうピンピン。あー、いいですね。もうこれ、もうこれだけだから、チャーシューって。あー、ほんと、もうこれ以上なんもないっすよ。え、なんもないんですか。なんもないっす、別に塩も胡椒も特に、もうないっす、もう終わりです。もう終わりですか。終わりですよ。まあ、例えばこうやるじゃん。はいはい。まあやるとして、まあこんなもんでやっとくわけです、適当に。まあペッパーをね、こうしてあげると、まあここまでいいじゃないですか。はい。まあ大体いつも通りじゃないですか。で、こうやったら今度こちら、こちら用意しました、圧力が。圧力鍋、オーブンと思いきや、はい、オーブンと思いきやもう時短ですね。はい。圧力鍋です、ポン。で、今度こうネギ、これざっくり、こうだ、こう生姜。はい。あ、皮をね、ちゃんと剥かないと、男大名切り。だいぶ身も削いでません。いや、あの、美味しいとこ抽出してるから。あ、なるほど。うん、身を切って骨を断つみたいな豚骨スープとかそういう感じじゃないですか。結果でいいんですよ、男は。別に形悪くてもうまかったらそれでいいんで、愛情を込めてね、作られてもまずいもんまずいですからなんか経験者は語るみたいな、とんでもないこと言ったな俺は煙なんか作ってもらったことねえよ。愛情なんかね、込めたってね意味ねえし、愛情じゃねえし、料理はうまさだし、だいたいバイトがボタンピット押せば牛丼できるんだはい、これ簡単、簡単、これで、もう何も切るもん、もうございません。お酒ね、これ入れちゃいましょうか。どんぐらい入れるんですかね。100、お、それ正確ですか。いやいや、このカップは正確です。ああみりん、みりんが、はい、これ100、100で、醤油が100、全部100、はい、100です。それレシピは正確ですか。いや、そう、いや、違うんですよ、これね、はい、圧力釜はやっぱルールがあって、あ、はい、圧力釜に肉が浸んないとダメなんですよ、はい、あー、なるほど。今、ま、全然浸ってないんですよ、これ。あ、全然浸ってないですね。そうなんです。そこで水が300、そしてもう300ね、これ浸った。あ、でもすごいいい感じに見えます。砂糖大さじ2。あ、これでもあとは、はい、ちょっとここの確認しますけど音確認しますけど、はい、まあ、レシピとだいぶ水が多いですね、私もだいぶ水いきましたねだいぶ水吸って薄くなっちゃうとか、なんかありそう。可能性は否めないねで、もうちょい入れとくか追加で、うん、もうちょい入れとこう。こっちもベー入れてね、いい塩梅にこう混ぜるわけですよ。で、混ぜたものから、え、何してるんですか。希釈率をちょっと確かめてますやっぱダメじゃん、いろいろ合わせていかないとあ、もうすごい、でも簡単ですね、これは。簡単っす。はい、中火でございます。中火だろ、中火だろ。強っ。弱火。いや、強火から圧がかかったら弱火で OK。 30分くらい経ったんで、はい、開けていきたいと思う。ちょっと開け方、はい、私分かりません、もう忘れちゃいましたえ、これどうしよう、これ怖いんだよ、いつも。怖いですね、確かに。これ何すんだっけ。だってカッて開けたら多分ブワーンってなるじゃないですか、圧力で。はい、圧力抜かないといけないんだけど、抜き方がいまいち分かんない。なんか跳ねそうじゃん。怖いですね。
わー、怖いですね。うおぉ、びっくりした。ね、これ抜くわけですよ。確かに、ボーンってきたらどんな。そうですね、おぉ。うわ、すごいすごいすごい。え、こんななるんですか。すごい。あー、これうわ、こんななっちゃって、あんた、これこれも片付け大変だよ、もうこれもうみんなに文句言われるわ、もう今日いや、入れすぎなんだよ、つゆをつゆを入れすぎなんだよ、これは絶対そうですね。こんな感じでございます。お、とりあえずね、ここでまあどんどん煮詰めていっちゃうしかないっすもん。いい感じで汗をかいてますね。おお。いや、だいぶね、はい、だいぶこう、つゆも蒸発したんで、さあ、いっちゃいましょうか。はい、お、すごい、色も形も焼き豚ですね。おお、すごい。誰が何ということ。はい、じゃあ切っていきましょうか。はい、これをね、すごい、糸剥がすのめんどくさいですね。あ、ちょ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 、硬さとかどんな感じですか。もうプルンプルンっすよ。おお、プルンプルン、肉プルンプルン。うん、そんなに硬く縛ると見栄えが悪くなりますね。じゃあ豚野郎、切っていきます。はい、うぅ、中までちゃんと、あー、これは、あー、油小僧がじゅるりと垂れて、これはうめえぞ、絶対うめえよ、これうぅ、おいしそう、うぅ、これ絶対うめえ、うぅ、おいしそう、めっちゃうまい、これ。問題は味ですね。味だね、味だね、そうだ、問題は味ですね、すっかり忘れてたけど。見た目はでももう、ほぼ100点じゃないですか。そうだね、はい、見た目はもう、言うことなしだね。話題の、お、話題の、喉越しガツンと、喉越しストロング、はい、これ支援バンバンやってるやつ、 YouTube で、はい、これ狙ってね。あー、もう金券に入れた、この出した瞬間に色が変わって、これいや、もうジュルリですな。うー、うめえぞ、これうめえぞ。じゃあ乾杯。はい、お疲れ。ああ、お、これ、あ、やっぱ来ますね、アルコールの味がガツンと。そうですか。いただきます、男焼き豚。はい、わ、美味しそう。ん、まだ、ま、まだですか。いろいろ美味しくないです。お、あの、はっきり言ってうまくないです。え、やっぱ薄いですか。薄いのもそうだし、肉が硬くなっちゃった。硬くなっちゃった筋みたいなとこもあって、ちょっと硬いかなーっていうのと、まあ薄い。はい、まあそうしてまずい。じゃあナンプラーかけて食べてみようか。まあ肉としてはまあいいんですけど、はい、ラーメンの上に乗ってるイメージからする全然かけ離れたものができてますね。うまっ。え、ナンプラーかけたらうまっ。これうまい。うん、薄い、味が入れなかったんだな。やっぱ、水入れすぎたんですね。うん、水入れすぎた。やっぱ、書いたら通りでよかったんだ。はい、うん、あのね、やっぱ、ひたひたにしないといけないという変な記憶があったけど、はい、しなくていいですね。そうですね。うん、もうこの失敗をもとに、はい、レシピはちゃんと守ること。いかがだったでしょうか、めんぐんおとのチャンネル。まあこういうおとのチャンネル好きだなって人はぜひグッドボタン、そしてまあこのね、めんぐんおとチャンネル登録ボタンを押してください。あと気になることあったらコメントしてね。なんか次回ここに行ってよめんぐんとか、まあ食うだけでもなく大人に関することだったら俺たちどこでも行くぜ、マジで。